海賊。海賊、海賊、宝営族あるいは、イ族、は、中国の少数民族の一つで、中国最大のムスリム、イスラム教徒民族集団である。海賊とされる人々は、言語、形質等は、漢民族、漢族と同じだが、イスラム教、イスラームを信仰する。中国全土に広く散らばって住んでおり、人口は、約一千万人で、中国に住む。 ムスリム人口のおよそ半数を占める。海賊のコミュニティには普通、モスク、中国語では、精神字と表記があり、聖者病を有する場合もある。言語は中国語を用いるが、イスラームに関わる用語に、アラビア語、ペルシア語、キュルク語に由来する行為を持つ。生命は、漢族と異ならないが、預言者、ムハンマドの中から取った、馬の性が多く見られるとも言う。 秋夜にアフリカまで航海したことで知られるテーワもムスリムであり、本性を馬といった。海賊は、漢族などと雑居しながらもイスラムに則っ,った生活を行い、漢族とは、食習慣や観婚葬祭などの習俗を大きく、ことにしており、この違いが、海賊の民族としてのアイデンティティのよりどころとな、いる。海賊の起源は、対外交易が盛んであった等から、 元の時代に、中央、アジアやインド洋を経由して渡ってきた、アラブ系、ペルシア系の外来ムスリムと、彼らと通婚し回収した在来の中国人、主に漢族にあると言われている。モンゴル帝国時代のムスリムの色目人官僚、サイード・アジャル、採点赤は、雲南省を統治したため、雲南省には、イスラム教が普及し、言語的、形質的に、 漢民族と同化した海賊が、現在も、数多く銃でおり、彼らの多くは、サイード・アジャルの光栄を称する。秋オの代行会社、テーは、馬美穂、及びその父は孝タだもその光栄と称した。真の時代には彼ら漢族化したムスリムは、漠然と、海民あるいは、寛海などと呼ばれていた。清の末期には海民放棄が各地で発生した。 1855年から1873年にかけては、雲南省でパン税の乱が発生。1862年からは、先生省、官粛省で海移民のドンガン人の放棄が発生している。こうした海民放棄を契機に、1860年代には、新疆でク部ベクの乱が発生。ク部ベクは一時的に政権を樹立した。 キヨシに鎮圧された後移民の一部はロシア帝国領にわたって中央アジアに定住した。彼らの子孫はドンガン人、東韓人と呼ばれる民族集団となって現在もカザフスタンやキルギスに居住している。中華人民共和国は民族識別工作において彼らムスリムを少数民族、海賊として認定した。海賊は当初は 独立民族としての認定を目指す、海民の側の要求により設定された、得意な民族枠、信仰宗教に基づく、海民の民族意識や信頼、中華民国時代からの歴史的、政治的、経済的経緯だけでなく、同国政府の民族自決のイデオロギーや、漢人からの差別意識もこの要因である。であったが、民族政策の都合上、決闘による、 民族集団へと転化し、海賊の血は引いていてもイスラム教の信仰を失っている者が海賊を名乗る例も珍しくな乗った。これは、海賊になっていれば少数民族として優遇措置を受けることができるためでもある。イスラム教に回収した漢族も、海賊と呼ぶのか、信仰を捨てた海賊を海賊と呼んでいいのかという、題も起きている。海賊の大多数は漢語を母語としている。 ただし、青海省、雲南省、海南省には、看護以外の言語を母語とする海賊の集団が散見される。これらの集団は単に周辺の該当する民族の言語を話しているのみならず、宗教や飲食方面を除いた習俗面でも周辺の諸民族と共通している。これらの集団は外来の海賊が現地の民族に同化したものであるとも言えるし、 逆に周辺の民族の一部の集団が海賊と出会い、イスラム化したものであるとも言える。また海賊という民族籍自体が、イスラム教を信仰しているという共通点のもと、大まかに諸民族をひとまとめにした概念であり、当然様々な背景を持つムスリムが包括されている。イスラム教徒である以上、海賊の話す漢語において、若干のアラビア語などからの外来語が存在する。 一例を挙げれば、甘いの、安へしゃげ、ごらん、木管木徳、色目、鹿布などである。それらの中には、漢語としての動化度の高い語彙もあれば、依然、外来語だという意識の方が強い語彙もある。動化度の高い語彙はそれを表記する漢字もおおよそ、固定され、使用されている漢字通りに発音される傾向が強い。その一方で、あまり動画が進んでいない語彙に関しては、 それを表記する漢字もまちまちで、発音も固定されていない。成長も不明瞭で、漢語には存在しない、元となったアラビア語などの原音に近い音節で、発音されることもある。海賊の話す漢語が、アラビア語からの外来語を取り入れる際には一定の法則のもとに取り入れられている。アラビア語には母音に、長短の区別が存在する。愛、言においては、 長短の区別を考慮せずに取り入れられているが、A に関しては、長短区別されて取り入れられている例が多い。アラビア語の長ボイン A は、ボイン A を含む漢字で取り入れられ、オクヒラアクロヒサゲアヘイレジ、コローナーヒヒキャフィリータンボイン A に関しては、AIE のボインを含む漢字で取り入れられている例が多い。アフマドモグサコウボクトクアイハモデ、カリマカツリツムギ、ケラマイ、 アラビア語は日本語の即音のように同じシーンを2回繰り返す発音が存在する。漢語にはそのような発音が存在しない。そのため、そのような語を取り入れる場合は、直前の母音を、ビヨンを含む漢字を使用して取り入れる例が多い。アラーヤスヘシャゲアンラ、ポッチ、カンシリングハンジー、アラビア語には L と R の区別が存在する。古い時代の中国語や、 南方の多くの方言には、この区別が存在しない。そのため、古い時代に取り入れられた子は、アラビア語の L と R を区別せず、L で発音する漢字で取り入れられている。コアン、コ、グーロン、ラマダーン、ライムギタン、デイメイデン大漢語の、北方方言においては、L と R の区別が存在するため、アラビア語の R を、R を含む漢字で取り入れる例が多くなっている。ですが、 ズイツトムルイジゲー、ロジームシメリーズその他、アラビア語には T、S、Z などに強調シーンが存在する。これらの発音を含む語を取り入れる場合、スケボイン U を含む漢字で取り入れる例が多い。シャイターンにシャイツアンに、サラーサクヒサゲスワオリアーティ、デイラルスイザト、ズリリー、ペルシア語、ウルドゥ語、トルコ語などが、この強調シーンを区別せずに取り入れているのに対し、 海賊の言語には、この区別が存在している点は、特徴的である。同様に、ペルシア語などで区別されずに取り入れられている、有声音頭摩擦音も、海賊の言語では、ER の漢字で取り入れられており、声門音と区別されて取り入れられている点も、特徴の一つである。イザブルのエトサーブー、イーサーアース様た、アラビア語、GH の発音を含む語は、 い、e、の漢字で取り入れている例が多い。マフィラ、麦、ひヒさげメイフティ、マグラブ、麦には価値からぬのメイエラブ、キューの発音を含む語は、G の漢字で取り入れられている。現代の北方の中国語には、GI、キ、ハーイ、ファイといった音節の組み合わせは存在しない。そのため、そのような発音を含む語を取り入れる場合、ゲケヘイ、フェイなどの漢字で取り入れるか、もしくは、G。 チぃ、クシーなどの漢字で取り入れられるか、場合によって異なる。またシーンを単独で取り入れる場合、i、u、e などの口の開きの小さい母音を含む漢字で取り入れことが多いが、n や m に関しては、直前の漢字をビヨンを含む漢字にして取り入れる例も多い。その他、アラビア語の la の長音が、漢語ではリアーの漢字で取り入れられている点も特徴的である。サラム、 ピロメセレオム、サラーサクヒ下げスワオリアーティいずれにしても、看護は大変音節上の制約が多い言語であるため、多数の例外が存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。